外食業界や小売業で元日を休業にしたり、年末年始の営業時間を短縮したりする取り組みが広がる中、定食チェーンの大戸屋が年末年始休業の準備作業を公開しました。年末年始、およそ半分の店舗での休業を決めた大戸屋では、このような張り紙を出して客に知らせるなど準備を進めています。大戸屋ではこの年末年始、全国183店舗での休業を決めています。大戸屋は売り上げが減ることも考えられるが、社員のリフレッシュにつなげたいとしています。こういう機会があって、まあ、大晦日家で過ごせるっていうのはすごい嬉しかったですよね。外食業界や小売業では働き方改革を進め、従業員がゆっくりと年末年始を過ごすことで満足度を上げて、客へのサービス向上につなげようとしています。